はい、どうも皆さん、こんにちは。ポジャと申します。今回はクロゾボイに乗って、雪村ママ。違った。クロゾボイに乗っていきたいと思います。イエス。空母戦場引きましたね。空母戦場でも多分グロゾはやっていけると思います。今回ね、ロケット弾とかに苦しめられてる駆逐艦は、いると思うんですけど、全員この偉大な雪風様についてくるのロだ。ケットに関しては軽減の仕方があるので、そこもね、紹介できたらと思います。そもそもロケット弾 ごめんなさい、そもそもロケット弾飛んでこないって本やんだけど。で、ここで最初に空母戦場になりました。駆逐で乗ってます。はい、最初に注意しないといけないことがあります。でん、まずこれを押しましょう。対空を切ってください。マジで本当に大事です。対空切りましょう。大変なことになるんで。まあ、あとは、どれだけ自衛できるかによりますが、まあ、でもね、自衛できる船は自衛できると思います。グロゾボイは自衛が多分できると僕は思っています。まだ乗ってないし、自衛したことないから何とも言えないですけど。でね、秋月春雲、北風、この辺はね、割と自衛できます。で、ヤリングの自衛の仕方はちょっとこれとは異なるかなって感じですね。あれはなんかスモークうまく使って自衛していくイメージなんで。で、まあ、グロトボイの何が僕いいかなと思ってるかっていうとですね、防御効果があるのがすごくいいと僕は思っていてですね、ただね、やってみた結果、爆風がちょっとやっぱ足りない気がしますね。なんか当たってくれないことが多いです。ちょっと爆風が足りてないのかなって感じですけれども、まあそこはしょうがないですね。まあ、やっていきましょう。まずは、偵察から行きましょう。最初から入ってもあんまりいいことない気がするんで、まずは偵察から行っていきます。幸いにも戦艦が2枚いますのでね、まあ、外周見てあげることがいいかな。無線探知持ってないのだけがあれですが、まあ、見えてないのが駆逐2隻で B に1隻は入ってますね。ギアリングか島風かですか。入れるんじゃないかな。巡洋で見えてるのがここまで来てウィチタだけなんで、もうウィチタだけだったら最悪見つかってでも避けてなんとかなるでしょう。ということで U ターンして A キャップ狙っていきます。数もこっちの方が有利そうなので、チマラに張り付かなくてもいいかな。ウィチタのレーダーって9キロだよね。行 っちゃったっけ。ウィチタってあれだ、あれ今着弾観測器見えたけど、着弾観測器とレーダーって両立できるの？できない気がするんだけど。あれ、クリームでしょ？できないんじゃないの？ あれ、レーダーじゃないやつ。まあ、ちょっとこの辺はちょっとにわかかもしれないんで、深くは突っ込まないでおきましょう。まあ、とりあえず、レーダー管が？あ、もう満ちたぐらいなのか、可能性としては。多分持ってても10キロレーダーじゃないと思うんで、まあ大丈夫でしょう。島裏に隠れる必要ないですね。もうちょっと早めの段階からキャプしてもよかったかもしれないですが。まあまあまあ。ナイス。このまま B に流れていこうと思っております。が、飛行機が来ないね。このまま A に行ってもいいんですが、なんか面白みないですよね、それ。あ、見つかった。近くにいる。どこ安だ？全方に魚雷。指揮官、なんとかするのだ。やばくない、これ。おお、危ねえ。一瞬の減速、危ねえ。ちょっと危なすぎて何言ってるかわかんないわ。危ない危ない。で、この魚雷が、2、4、6、10本か。
なんかギアリングな気がしますけどね。で、島風が2本だけ投げたら、あれなんですけど。で、ロケット以外に関してはもう即打ちでいいです。あの、避けれるんで、基本的には。こうやって黒煙に入って、な防御砲勝ちの黒煙に入るとここやばいことになりますね。楽しい。雪風さんの幸運なら当たらないはずなのだ。ああ楽しい。落ちろカトンボ落ちた。はい。でまた対空切ります。ロケット以外に関してはもう即抱きしてもらって大丈夫です。ああただし見つかっても問題ないような状況であればって感じですけど。見つかっても問題ない状況であれば即抱きして OK です。ロケット以外に関しては。ロケットに関しては、ちょっと場合によるんですけど、なるべく炊かない方がいいです。見つかってから炊く方がいいです。ロケットじゃないんで、炊いていきます。今回は防御評価炊いてないんで、そこまで落ちないかもしれないですね。避けることに専念しましょう。減速入れて。はい、OK。まあ、アンリ砲大丈夫でしょう。12キロだし。で、まあ一回キャップ出てもいいでしょう。避けることに専念していきましょう。減速。当たんないかな。ちゃんと、フォーカス指示出して。で、今度はアンリの弾避ける方に専念しましょう。バックしてんで多分。加速入れたら OK でしょう。で、ロケットが来ました。ロケットに関しては、隠れなきゃいけないんで、その後、もく炊いてもいいかな。煙幕もくもくなのだ。ちょっと炊くの早かったかもしれないけど、まあ、アンリも来てたんで、こうやって対応していきます。で、木を炊いてしまえば、炊いてもいいんですけれど、木を炊いてないっていうか、隠れる手段がないときには、ロケット弾を見たら、まず隠れた方、隠蔽っていうか、あれを切ってください。パイプを掘って切ってください。隠れるのだ。ロケットやめましたね。島風だったか、ギアリングじゃなかったか。てかギアリングどこいんだ。まだ一回も見てない。あ、服かな。ほんとソ連駆逐はいろいろ壊れるね。 AP がほとんど入ってなくなってるから H に切り替えよう。エンジン壊れてると多分避けれなくなっちゃうんだな。右舷に魚雷。おかげで見る。多分倒せるよなあれ。回復してるけど。あ、魚雷、あ、魚雷倒せない。倒せる気がするんで。炊いてあげますか、どうか。対空監視、限界対戦。ああ、遅かった。撃ちまくるのだ。縦が行く。前方より魚雷が接近中なのだ。うお、ちょっと待って。やっべ。機関部に被弾したのだ。エンジンブーストで一気に突破するのだ。敵の戦艦を発見したのだ。これどうするか結構迷うんですが。何人もいるし、ちょっと下がるか。いや、いいや、出てきてくれるんだったら大丈夫。あれ？あれ？あれ？ちょ。いいかい？みんな今何も見てない。わかったか？イェーイ。いやー、華麗な島風処理でしたね。華麗で。しょうがない。回復していきましょうか。敵の巡洋艦を発見したのだ。
エンジンを壊すのをやめてください。機関部に被弾したのだ。治ったのだ。戦闘に戻るのだ。いやー待って、下手すぎない？さすがに射撃。皆さんはこんなプレイをしていけませんよ。なんか食らった。え？魚雷これ。受け切れてなかったかな。一回相撲帰りましょうか、じゃあ。ちょっとあまりにもアンリ殺せなさすぎて笑うな。いや、きっとアンリが早いから、当てにくいからさ。あれなんだよ。ミスってるだけなんだよ。よかったよかった。うぅ、倒せた倒せた。いやー、鮮やかなアンリキレでしたね。あ、強いな、普通に。黒ぞぼえまだいけますね。で、なんか、うん。対空関係も、まあ、駆逐にとって苦しいです。っていうか、まあ、割と苦しくない船に乗ってるからっていうのもありますけどね。まあ、苦しい船は苦しいんで、こうやって、まあ、対処と方法としては、こうやって対処できる船に乗るか、対空エースゲットだぜ。まあ、対処方法は知っておくことがいいと思います。対空強いにしろ弱いにしろ。今回ロケットちょっとうまく解説できてないんで、ちょっとまたロケット系の攻撃の避け方とか解説できたらいいかなっては思いますけどね。全然問題ないですよ。まあ、敵の空母のうまさとかにもよるんでしょうけど、でも、比較的、楽しいかな、まだ。グロゾボイが多分一番駆逐の中では対空高いと思います。防御効果があって、回復もあって。大和から行くか。爆風もそれなりに出るのでね。減速入れよう。おお。おお？何に食らった？レピュー？デッキっぽいな。怖いですね、レイピは。オッケー。という感じです。グロゾボイはまだ全然強いです。今回ロケットには見舞われなかったですが、まあ、ロケットに見られた時を、まあ、言葉上でちゃんと説明しておくと、まず、対空切ります。そうすると、被発見が3キロぐらいになるんですよ。で、3キロからね、見えた後に準備して撃つのは無理なんで、1回目は通り過ぎるしかないんですよ、空母側。もしくは、ま、熟練の空母乗りで、大体の駆逐が見えてない駆逐の見場所も大体わかるよっていう人だったら、まあ、なんだろう、敵駆逐が見つける前に攻撃態勢に入ってとかできるんですけど、結構厳しい。僕やったけど僕厳しかったんで、相当の、まあ、名前知ってる人ぐらいじゃないと多分できないと思うんですよ。なので、ま、できないと仮定していいです。それ当てられたらもう仕方ないと思ってください。で、なので、まず、対空切ります。3キロに見つかりますよね。そしたら、通り過ぎるんですよ。通り過ぎて、また戻ってくる間が、撃ち落とし期間になりますので、その時に味方や、もしくは自分の対空で落とすっていう感じですね。これでワンウェーブ大体防ぐことができるかなって感じですね。そんな感じで対応しております。なんだろう。共通しているのは、まあ、割となんか孤立したら食われるっていうことは変わりないんで、そこら辺だけは注意しなきゃいけないっていう感じですかね。まあ、なんだろう。まあ、空母戦場独特の面白くない試合の展開っていうのは残り、まあでもやれることはあるよっていう感じですかね。てかまあ普通にグロゾボイは楽しいです。多分グロゾボイと秋月春雲北風は楽しいと思います。こんな感じで対応していれば、あと自身の対空で落とせるんだよね、こいつらは。っていう感じですかね。うん。デアリングとかに関してはマックスモーク使っていくっていう、前と同じ感じですかね。はい。38機も落としてやったぜ。ということでね、
はい、最後までご視聴ありがとうございました。こんな感じで役に立つ情報や楽しめる方法や、効率よく何かを回す、イベントとかを回したりする方法とかを、いつもは、動画を通して、教えたり、あと生放送で一緒に楽しんだり、なんか僕が結構好き勝手やってる感じですけど、そんな感じでやっております。まあ、なんかリクエストとかありましたらコメントをよろしくお願いいたします。チャンネル登録や高評価もよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。